モ TV、YouTube、そしてパチンコパチスロ大好きな皆さん、こんばんは、閉店くんです。えいえい。今回は埼玉県草加市にありますドック草加店さんに来てます。すいませんでした。前回ね、大きく負けてしまって、終わらないね。この番組は終わりません。ということで原点に帰ってね、まあこの番組を始めたきっかけっていうのは、まあ閉店前でもね、まあ辞めていく人がいるからいい商いがあって、その台を打てば勝てるっていうね、原点に戻ってね、頑張っていきたいなと思います。さっきもね、カメラマンさんにちょっと声が小さいですね、ちょっと慣れちゃってるんですかね、初心を思い出して張ってね、声を張ってね、行きたいと思います。それでは早速店内に行ってみたいと思います。入店やってきました、ドック草加店さん。それでは早速店内のデータ見に行きましょう。その前に、はい、そして 36.2 度、セーフ。じゃあ入店、じゃあ店内のデータ見に行きましょうかね。千葉リオが入ってます。すごいですね、6台、まあ、前回も6台入ってましたけど、お置き花、これは噂の乃木坂46、あラブジョーが47の7、ドル箱1箱、あすごい、鉄拳ドル箱3箱です、3箱、すごいね。じゃあもういいかな。じゃあぐらい行きましょう。24の17、126分の1、強いね、強いですね。あ20の18、あー弱いな、142、弱くはないけどな。6号機ですけど、14の7、128分の1なんですけどね、レギュラーが7か。あすごいな、バーサス25の17、ちょっとね今アルティ中なんで、合算の方が見れないんですけど、ディスカップ19の12、141分の1、俺に目押しの力があったらな。28の17、継続17ですね。どうなんですかね、何発出たのか知りたいですけど、すげえ、何これ、花の刑事、新花の刑事2、2、4、10、12箱、すごいね。やはりここでしょうね、このコーナー。おなんかいつもギリギリまでね打ってるんですけど、いないな今日は。うわー、今日はじゃああんまないのかな。あでも28の19、24の18と、やはりありますね。はい、すごい台を見てしまったよ。45の34、なんと2、8、11、14、17、20、23、25箱。25箱、すごい。じゃあ早速もう一回行きましょうかね。ちょっと今日はね埋もれてる感じですかね、なかなか見つけにくい。マイジャグラーか、ちょっと待ってくださいね。合算が 138.9 が4、ちょっと足りてないね。今日行っちゃう、6号機、6号機を体感してみる。あまあこれかな、まあこのねちょっとねビッグ先行っていうのがちょっと気になるんですけど、まあ粒的にまあちょっと7回しか見れてないんですけど、まあ履歴見ればこの7以降は89、うん、まあ120何分の1ですからね、そんな悪くないわけですよ。でこっちはね11の12でね、約まあ1対1で、だけど合算が140で粒がこんな感じなんですよ。だからなんかこっちの方が安定してるっぽいけど、でもやっぱ荒いんですよね。逆にこれはちょっと怖いよね、合算いいんだけどレギュラーが7なんですよ。7でしょ、300後半、まあ、ビッグに関しては文句なしですよね。もう逆に設定8ぐらいありそうな、ビッグ確率設定8ぐらいありそうな感じなんですけど、まあでも
まあね、試行回数もそんなに言うて2600なんで、これからレギュラーがついてくる可能性も十分あるんで、これなのかな。ということで今回は6号機のアイムジャグラー EX で行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回平天くんが選んだ台は北根市さんの6号機のねアイムジャグラーでございます。お時間があと15分、あ、16分ぐらいかな。大サリパチャンス589回転から、あ、いいね。ベース頼むよ。一回打ったかな平天くんで、うん、打ったな、なんかサムネにしたような気がするもん、もうサムネで釣ってやろうと思って冗談ですけど、まあ本当にね6号機しかないかなと思って、状況がそんな感じだったんで、店内状況はね、はい、まあね一応合算128分の1なんですけど、まあ、もしかしたら、まあ、4号の可能性も十分あります。頑張っていこう。いいよ。うい、残念。あ、おすごいね。今何枚あんの。あ、すごい、49枚あったまあ手に持ってるんだよ。あ、すげえ、50、今やめる1プラで1枚プラあ、すげえ6号機。そうそう、まあね私ね、まあ、編集、まあ、撮影はね協力というか、まあ、来てもらってるんですけど、編集はまあ僕がやってるんですよ。でね、まあ、こんな状況下なんで、まあ、マスクをしながらの実践になるじゃないですか。で結構ねスースーうるせえなって前からねちょっとねスースーうるせえなって、おお、スースーうるせえなって光ったやりました。629なんで、40いかないぐらいで、コインがなんと31枚残ってます。32枚かで、今1枚入れてね。マジか、やっぱいいな。左から行きますよ。はい、よし、やったあれ、ここはどこだったっけ。ドック倉庫店、いい店だね。やりました。前回一回も光らなかったからね。797ね。まあビッグの獲得枚数は少ないけど、まあでもねベース良かったし、投資一本だし、6号機だから光ったってことにしとけばね、プラスに持っていこう。あ、まだあった忘れちゃった。あ、ここだ、1回早かった。やりました。お時間まだありますよ。10分ちょっとありますね。頑張って。252枚、ちょっと少ない、60枚ぐらいか。まあでもその分ベースでカバーできてるから、いきますよ。1ゲームの1です。おい、残念。スースーうるせえなって、まあ、何が言いたいかというと、すいませんちょっとね今もスーって、すいません、もうね息吸わないと死んじゃうから、ちょっとねお聞き苦しいかもしれないけど勘弁してください、まあ、それが言いたかっただけ、今回勝手に撮影したドック倉庫店さんの宣伝を勝手にちょっとだけ、はいということで、まあ、いつもね勝手に撮影させていただいてるんですけど、まあね寝台入ってますね、欅坂入ってます、沖縄のねパチンコも寝台入ってますね。ということでこちらの情報はね P ワールドだったり、まあ、LINE だったりメール会員とかなっていただければね、その辺の情報入ってきますんで、あとは店内にポップで貼ってあったりとかするんで、ぜひねチェックしていただいて遊びに来ていただきたいと思います。まあねいつも言ってますけど、今日もありましたね。すごいね金富士ね、朝から一回打ってみたいなと思うんですけど、まあジャグラーもねなかなかいい感じに、今日も120分の1のお台ね、マイジャグラーするお客さんがずっと打ってましたけど、まあ、そんな感じでねいい感じの台あると思いますんでね、ぜひねお近くの方は駐車場も完備してますんで、こちらのドック倉庫店さんに遊びに来ちゃってくださいということで、違うね今日は来るよこの後っていうふりして、あと引かんないっていう手もあるけど、わかんないよ。最後まで、最後まで見てください。えいえい。2日前、3日前かな。
焼き魚のアジを食べたんですよ。で、まあ、ちょっと骨入ってんなって思ったんですけど、まあ、よく噛んで、まあ、晩ご飯でね、よく噛んで飲み込んだらなんか喉に刺さって、で、まあ、ちょっとねいろいろこう咳をしたり、まあ、水飲んだりご飯を飲み込んだりとかなんかいろいろやって、あちょっと取れたかなと思ったんですけど、ただ次の日ねまたなんかあれチクッとして、で未だにチクッとするんですよね。さすがにちょっと明日朝一でちょっと病院行ってこうかなと思って、最初はねあの取れたんだけどその傷口がチクッとしてるのかなと思ったんだけど、さすがにもう4日も経ってるから刺さってんな。お刺さったんだ、刺さってんなって光りました。31元刺さってんな、よしやったいいね、ビッグ先行いいね、あれここ男だったっけ、ビッグビッグじゃないや、ドッグそこでいいぞね、本日2回目ビッグでーす。ビッグ総加点じゃない、ドッグ総加点。クレジットナイレンジャーなんでいいんじゃないですか。これが5号機だったらとかじゃないの、5号機だったらこうはなってなかったと思えば、うん、入らそう、やりやした。お時間あと7分ぐらいあります、まだまだいける、はい、1ゲームでチャンス、うい残念、今もちょっと今唾飲み込んだらうっ、チクッとしたもん、チクッとしたもん、もう明日絶対病院行くわ。いやでもこんな長引いたのはねちょっと初めてですね、大体取れるんですけど老化だな。老化だな、もうやだ、スースー言うしトゲは刺さるし、やだ年取んのしょうがないよね。いいね、バーサス調子いいんじゃないですか、俺が目をしまかったらな。まあね、7月って、まあ、山開きがあるじゃないですか、で僕知らなかったんですけど、まあね、子供が生まれてその、まあ、このようにね生を受けて、ね、1回目 の、 その山開きにその初山っていうその節句なのかな、なんかがあるらしくて、ね、まあ嫁さんはそれをやってたらしくて、で俺はそれ知らなかったから、えそんなのあんだっつって、で、まあ、自分の子供にもそれをやりたいってことで行ってきましたよ、うん、でね、なんか おでこになんかねハンコを押すんですよね、ボンって、で、まあ、まあ健康ですくすく育ちますようにみたいな感じでね、どうなんですかね、まあ、知らない人もいるんじゃないかなと思うんでね、ぜひね、あそんななんだっていう、まあ、この動画をきっかけで知って、まあ、これから子供が生まれるとか、まあ、後に結婚して子供が生まれるっていう方はね、ぜひね、まあ、そういう節句を楽しむのも、まあ、そういう行事ね楽しむのもいいんじゃないかなと思います、記念になるんでね。あと2分、いやいけるよ、ドックならいける、ドックはね閉店間際に言霊でやってきたから今まで、いやー投資一本、飲まれることは絶対ない、もう絶対プラスなんで、さらにプラスを目指せ、レギュラーでもいいんだぜ、おいよ、なんでブドウ、ブドウ来い、ブドウ、ブドウで増やせ、よしセーフ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 、あーでも OK、 でも OK、 OK、 85ゲームバケなんだね、あでもまだあと1分ぐらいあるんじゃないかな、あでも1分無理か。OK、 3ペか、使った分が返ってきた、
いやーどうだ、まあちょっと減ってるかもしれないけど、いやでもでかいよ、うん、ああなりました。まあまあまあ OK、 上出来でしょう。ラストかな、はい、ということでできないんでね、残念。でもすごい、結果的に118分の1になりました。やりました、投資1本、嬉しいね、3ペカすると。はい、それでは早速コインの方を流したいと思います。えいえい、じゃらじゃら、500超えろ、どうだ、500いけ、いかないか、465枚、あ、じゃあ469枚、はい、ということで今回の結果は469枚、やった、はい、実戦終了、実戦終了、やったー。ということで今回こちらドック総家電さんで実践した機種は北電さんの6号機のね、アイムジャグラーを打ちまして、投資が1本50枚、獲得枚数が469枚ということでプラス419枚です。やりました。6号機いいっすね、6号機いいっすね、うん、まあでもね、調子に乗ってね、これで6号機ばっかって言うと負ける時もあるんじゃないかなと思いますんでね、まあやっぱり今まで通りスタイルは変えずにね、スタイルは変えずに、やっぱガサのいい台、なるべく試行回数の多い台で、時にはちょっとね、今日厳しいなって、いい台お客さんずっと手放さないな、掴んで離さないなって時はこう6号機とかね、まあその辺は臨機応変に頑張っていきたい、うん、そして今日はね、初心に戻ったっていうのが良かったね、うん、声も出てたと思うよ。わかんない、スースーもうるさい、 今もそうでしょ、スースーうるさいのは勘弁してください、マスクしてるんで、はい、死んじゃうんで年取ってるんで勘弁してください。はい、ということで、まあまだまだね、トータル収支プラスまではまだちょっとありますけど、まあ、こんな感じで頑張ってきますんでね、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も次回も勝っちゃうぞ、えいえい。